甲子園決勝、視聴率 13% で J リーグ、高校サッカー、五輪サッカーを瞬殺。平日午前で 13% は普通にすげえな。サッカーじゃ一生取れなさそうな視聴率で草。大事なのはコア視聴率だから。近年だと2018年かな足農業の決勝が 20% だったな。かなのう旋風の盛り上がりを超えるのは無理だろうな。オリンピックのサッカー視聴率は女子の 12.4% が最高、男子は視聴率すら不明の不人気。慶応かな足で20って考えたらまあそんなもんかって感じやな。今年は午前中やったからな。五輪サッカー全く話題にならなかったけど、視聴率やばかったん。午前なのにすげえ取ったな。ただ関東一じゃなく上村なら 8% ぐらいだったかもな。みんなネットで見てるからもっと言ってる。去年がめっちゃ高いのはわかるし、それを除けばここ10年で一番だったな。代謝が決勝行ってたら 20% 超えてたんとちゃうか。職場の PC で見てた人も多いだろうし、実際はもっと高そう。野球って試合自体が面白いから、高校生の部活でも面白いもんな。地元の高校の試合以外全く見ないけど、今回ばかりは見ちゃったわ。今回雨天中止が全くなかったの珍しかったな。コスト良くて最高のコンテンツ、これからも夏の風物詩として受け継がれていくだろうな。若い世代も甲子園好きだからな。今年だったら大阪桐蔭 VS 相模あたりだったら、数字取れただろうな。朝に放送してこの数字はすごい、ナイターでやりなさい。今年は暑さ対策で10時開始だったけど、平日にもかかわらず2桁超えだったんか。高校生のスポーツでこのくらいの数字を出せるのって、高校野球と高校駅伝くらいやろ。バーチャル甲子園なんかで見ていた人も多いよな。関西だと ABC で見られるし、ネットでも配信があってこの数字は相当すごいと思う。